帝国になりましたので、第3回の、計算科学技術特論 B の、講義を始めさせていただきます。今日も、理研の南先生から、今日のタイトルはアプリケーションの性能最適化にということで、CPU 単体性能最適化というタイトルでご講義いただきます。ではよろしくお願いします。それでは、第3回ですね、アプリケーションの性能最適化に CPU 単体性能最適化ということで、話を始めさせていただきます。理研 IX ソフトウェア技術チームのチームヘッド南と申します。よろしくお願いいたします。講義の概要は、いつも最初にお見せしてますが、この5回で、今日はこの3回目ということで、お話をさせていただきます。で、あと2回ですね、残ってますが、その後の2回では実例ということで、1、2ということで、話をさせていただきます。今日は CPU 単体性能最適化という話題をお話しいたします。で、今日の内容なんですが、1つ目はスレッド並列化ということですね。単体性能を上げるためにどうしても今マルチコアというアーキテクチャになってますので、そのスレッド並列化というのが必要になってきます。単体性能を上げるということで、1つ目はスレッド並列化、あと2点目は、CPU 単体性能を上げるための5つの要素ということで、ざっくりと5つの要素、こういうことを性能を上げるための要素があるんだよという話をしたいと思います。それとですね、3点目が、今までアプリケーションが要求するバイトパーフロップの値ということで、その辺を随分お話ししたんですが、それと、5つの要素の関係ですね、要求するバイトパーフロップ値が高いものと低いもので、その辺の関係が違いますので、その辺を話したいと思います。で、4点目が要求バイトパーフロップ値が高いものに関してなんですけど、それについては性能がある程度予測できるようになりますので、その辺の性能予測手法についてちょっとお話をさせていただきます。あと5点目に、ちょっと雑多な感じになるんですけど、その5つの要素をですね、それに対応させた形で具体的なテクニックということで、いくつかの細かい、テクニックみたいなことをちょっと話したいと思います。で、実際に次の2回、次回と次次回については、この辺の具体的テクニックをですね、実際のアプリにどういうふうに適用したかっていう話をしたいと思います。今日はそこのテクニックのところまでで話を終わりにいたします。で、まず最初にスレッド並列化という話題を話しいたします。まずスレッド並列化の概要なんですが、ここに書いてありますように、ちょっとこれから以降ちょっと K の例題にした話が多いので、あまり詳しく言わないところは、K を例題にしているというふうに思ってください。これも K の例題にしているんですが、 CPU の中にはですね、こういうふうにコアが、K の場合は8コア入ってます。それで、各演算機はレジスター持ってますが、コアの中には演算機とそういうレジスターが入ってて、その8つのコアでその共有キャッシュですね、6メガバイトの L2 キャッシュが共有キャッシュという形で持っています。で、各コアの中に L1 のキャッシュが入っていると、そんな構成になっています。それで前回もちょっとお話ししましたが、 CPU 間については、MPI なり、他の方法でもありますが、プロセス並列という形で並列化をするんですが、このコア内ですね、この8つのコアをうまく使うために、その CPU 内でも並列化をしなきゃいけないという、それがスレッド並列化ということです。それで K の場合はスレッド並列化するためには、OpenMP という、ディレクティブを書くというやり方と、もう一つは自動並列という、コンパイラーが見切って、スレッド並列してくれるという機能があります。で、そのコンパイラが見切る場合でも、なんかディレクティブを入れると、またそのスレッド並列が促進されると。そんな形の使い方ですね。2種類の OpenMP と自動並列というやり方があります。で、K の場合は、そのハードウェアバリア同期機能っていうのがありまして、この8スレッドがですね、非常に高速に、スレッド処理が可能であるということで、これは他のチップにない特徴で、非常にですね、
性能のいいスレッド並列ができるという特徴があります。それで、次にその並列化のモデルとしてですね、ハイブリッド並列とフラット MPI 並列という2つありますので、その辺をちょっと説明いたします。今言いましたですね、この左の場合ですね、左の場合のようにプロセス間はまあ MPI 並列をやって、スレッドをその8つのコアを使うところの並列についてはスレッド並列を組み合わせるという、 MPI とスレッド並列を組み合わせるのをまあハイブリッド並列というふうに言っております。それとはまた別に各コアにですね、あの MPI プロセスを割り当てちゃって、まあ、スレッド並列は使わないというやり方もあります。まあ、こういうやり方をあのフラット MPI という言い方でやってます。この、 あの青いその四角い線で書かれている、あの囲まれているのがあの MPI プロセスですね。まあ、こんな2つのやり方があると。ただですね、あのフラット MPI にしちゃうとですね、あのまずその MPI プロセスが多くなるとメモリー量をあの結構消費しちゃうということ、まあ、そういうことがあります。あとあの通信のですね、エンジン、まあ、通信の資源が、プロセスじゃない、この CPU についてあのそういうあの、通信 の、 あのエンジン持ってますので、あのこういうプロセスをですね、あの一つの CPU の中でたくさん立ち上げちゃうと、その辺の通信の効率という面であの少し、悪いということになりますので、まあ、そういう意味で K みたいなマシンでは左側のですね、このハイブリッド並列というこちらの方を、まあ、強く推奨しているということです。特にあの万オーダーですね、数万とか1万とか使う場合は、まあ、あの左側のハイブリッド並列をやってくださいというふうに推奨しております。まあ、そういう意味で言うと、ハイブリッド並列とフラット MPI 並列をちょっとまとめますと、まあ、こんな形ですね。上の方があのハイブリッド並列で、あのこの中のスレッドとプロセスの並列を両方使っているということで、まあ、今まであの1回目でもだいぶお話ししましたけど、とにかくそのあらゆるところでそのアプリケーションの中にあるその並列度をこううまく使っていくっていうのが、それで高速にするっていうのがもう肝なわけですけど、このスレッド並列とプロセス並列のハイブリッド型の場合は壊ない、コアの中はあのコンパイラーであの逐次に最適化するということ、それとあと SIM 度ですね、あの演算機がちょっとまた後でも出てきますけど、K の場合は2 SIM 度になってますので、その2つの SIM 度っていうのがこれがあの同時に動きますので、そこも並列で使っていくと、まあ、そういうふうなコア内ではこういうふうな逐次最適化、まあ、この逐次最適化の中でもあの、前回ご説明したようなその並列っていうのをこうコンパイラーとハードウェアでやっていくわけですけど、それと SIM 度、それがその生かされて、あのコア内では並列化されると。でさらに CPU 内ではスレッド並列、これは自動並列化と OpenMP が使えると。あとここで言っている再流動並列っていうのは、再内ループであってもあの先ほど言ったハードウェア、あの高速ハードウェアバリア機能ってのがありますので、そういうのを使って最内のループでも並列化できるという機能を持っているので、ここに書いてあります。でプロセス間は、MPI とか、まあ、K の場合は XP4 なんていうのがあるんですけど、まあ、そういったものでプロセス並列をしていくということですね。それとプロセス並列型は、まあ、こういうふうにコア内では逐次並列化と SIM 度化をやっていくと。でコア間はもうみんなプロセス並列でやってしまうというやり方で、このバーがですね、こう短くなっているのは高並列ではもうこちら側のハイブリッド型をやってくださいと、そういう意味であのこのバーが長くなっています。まあ、そんなに、プロセス並列をいかないと、まあ、そのノード数でいうと、うん、そうですね、数千の前半ぐらいですかね、それぐらいまでだったら、まあ、このフラット MPI ですね、これでも、いいかなということで、まあ、こんな図になってます。まあ、あの先ほどから言っているようにハイブリッド型を推奨しているということです。で、まあ、スレッド並列についてざっと説明しましたので、じゃ今度2点目のですね、 CPU 単体性能を上げるための5つの要素ということで、その説明をしていきたいと思います。
まず、5つの要素として、まあ、今言ったですね、CPU 内の複数コアで、まずスレッド並列すると。それはもうできているという前提で、この5つですね。1つ目は、ロードストアの効率化。まあ、初回のお話でもしましたけど、今はとにかく、演算機はもう結構詰めてるので、演算はまあ割と高速にできるんだけど、メモリーからデータを持ってくる。まあ、もしくは本当はですね、L2、L1 もそうなんですけど、とにかくそのロードストアの効率化っていうのが結構今は大事になっているということですね。その辺がなかなか性能を出すための一つの肝であるということです。で2点目は、まあご説明し、まだしてないか、そのキャッシュというのがあって、キャッシュについてはですね、1ラインごとのアクセスになっています。で確か2回目でお話ししたと思うんですが、1回目かな、昔のベクトルマシンっていうのは、1要素ずつ、まあ、例えば8バイトですね、1要素ずつアクセスして、4バイトパワークロップとかいうその高いデータ転送性能を発揮してたんですけど、今はキャッシュ、キャッシュになって、キャッシュはキャッシュラインっていうのがあってですね、 K なんかだと128バイト単位です。そのラインのアクセスを有効利用しないと、なかなかそのデータの転送の効率が稼げないということになりますので、そのラインアクセスの有効利用というのは2点目です。で3点目は何回も出てきますキャッシュというのがもちろんありますので、そのキャッシュをちゃんと有効利用するということですね。あと4点目は効率の良い命令スケジューリング、まあ、ちょっとこれは後で説明しますが、とにかく1回目でもお話ししましたけど、今 のチップというのは、アプリケーションの中の内在する並列性をとことん使ってやってるわけですね。そのとことん使うところをコンパイラーと、あとハードウェアで実現してるわけですけど、そこがうまくスケジューリングできないと性能が出ないという状況になりますので、4点目はその命令スケジューリングというのをうまく使うということですね。あと5番目は演算機の有効利用ということで、まあ、先ほど言ったシムドとかですね、そういうその演算機の機構がありますので、その辺をうまく使って性能を上げると、この5つの要素があるということです。この辺をもう少し具体的に1から5まで説明いたします。でまず1点目のロードストアの効率化、この中にですね2つあります。1つはプリフェッチの有効利用ということ、あと演算とロードストアの比の改善という、この2つがありますので、この辺を説明いたします。まずプリフェッチの有効利用なんですけど、まずその前にですね、プリフェッチの説明する前にレイテンシーっていうのをちょっと説明しなきゃいけないんですが、こういうふうにメモリーから二次キャッシュ、二次キャッシュから一次キャッシュ、一次キャッシュから演算機というふうにデータが転送されてくるわけですけど、データのですね、アクセスの立ち上がりをレイテンシーと言います。それがですね、一次キャッシュから、演算機、まあ、レジスターですけど、そこの間は立ち上がりの時間を1だとするとですね、二次キャッシュから一次キャッシュのところは10ぐらいかかります。今度メモリーから二次キャッシュのところは100ぐらいかかります。このレイテンシーっていうのがですね、非常に問題になってくるということです。具体的に言うとこういうことですね、今言ったレイテンシーっていうのがあって、立ち上がりデータを持ってくるための立ち上がりの時間があって、その後立ち上がった後にアクセスされるということですね。でこちらもそうですね、立ち上がってからアクセスされる、まあ、要するにこのレイテンシーの部分は、これ丸々アクセスしてないので非常に損なわけですね。でここが問題になってくると、でこれを、こう隠すためにプリフェッチというのがあると、メモリープリフェッチはメモリーから二次キャッシュ、二次キャッシュから一次キャッシュ、この2つ両方ともプリフェッチというのがあります。で何をするかというと、このこちら側の2番目のこのアクセスをするときに、そのアクセスする前にプリフェッチ命令を出して、同時にもうすでにアクセスしようと思うときにはデータがもうここに来ている段階に、レイテンシーがもう、消去されちゃった段階にしておくということですね。そういう意味で こちら側の前のアクセスをするときに、そのときにもプリフェッチ命令を出してレイテンシーを隠すと、これがプリフェッチという機能です。でこれを有効利用しましょうというのが1つ目ですね。
うまくやると演算にアクセスするものを隠せる場合もあるので、まあ、とにかくプリフェッチというのは今は有効な手段だということですね。これが一つ目です。で次に二つ目のロードストアの、効率化のところの2点目なんですけど、演算とロードストアの比っていう、それの改善というのがあります。まあ、簡単に言うとですね、こういうものですね、こういう簡単なドゥーループがあったとします。これを例に考えますと、ここで見ると演算はですね、こう数えればいいんですけど、和が2つ、積が2つになりますね。だから演算は4個あるというなります。でロードの数はこの X があって A があって、 A の I があって A の I プラス1がありますので3つですね、ロードで。ストアがこの左側に X がありますので、ストアが1個、まあ、そういう意味でロードストア一緒に数えると4個になります。それで、そうするとロードストアと、まあ、演算とロードストアの比は4対4ということになるわけですね。演算が4個でロードストアが4個ということになります。でこれをなるべく、うまくですね、ループを書いてやって演算を多くしてロードストアの比を少なくすると、まあ、どうやってやればいいかというのはちょっとまた後で少し例を出しますが、これをそのうまく改善していくというのが重要になっていくということになります。でこれで先ほどの括弧1ですね、文が説明しましたので、今度2番目、 LINE アクセスの有効利用ということになります。先ほど言いましたようにメモリーっていうのは今は、昔のベクトル機は1要素ずつアクセスできたんですけど、今はキャッシュラインという128バイトごとのアクセスになります。それと二次キャッシュも同じです。二次キャッシュもこれもキャッシュラインっていうのがあって128バイトごとのアクセスになります。でこれを持ってきて、例えば128バイトですので倍精度だと8バイトであると16要素になるわけですけど、この16要素を持ってきたものを全部演算に使えればこれは効率がいいわけですね。ただしこの右側の絵のようにですね、キャッシュラインに載ってるものを1ライン持ってきたけど中に1個しか要素があってそれ1個しか使わないと、要するに飛び飛びのデータみたいな場合ですね。そうすると見かけ上は16個持ってくると16回このキャッシュラインをアクセスしなきゃいけないってことになって、そのアクセスの効率っていうのは見かけ上16分の1になっちゃうわけですね。まあ、そういう意味でこうなっちゃうと非常に効率があるということで、1ラインのアクセスに1ラインに入っているものをなるべく使いましょうっていうのがラインアクセスの有効利用ということです。これ2点目ですね。で、次に3点目が、まあ、キャッシュの有効利用ということですね。これはもう前回からも言いましたけど、とにかくそのメモリー、さっき言ったようにレイテンシーもメモリーは少ないし長いし、あと転送能力もやっぱり小さいと、まあ、細いわけですね。こういうふうにそれを考えるとキャッシュに載せといてそれをどんどん使い回しして再利用するということをやるということが重要だということを、まあ、前回もお話しました、ね。まあ、これをやるためのやり方として、まあ、ブロッキングっていうそういう方法があるので、こういったものを使ってキャッシュの有効利用を図るということです。で、これが3点目ですね。で4点目が効率の良い命令スケジューリングということで、簡単に言うと、まあ、こんなふうなドゥーループがありましたと、1から100まで計算1にやりますよという時に、このループの、回転のインデックスですね、このインデックスの i 番目の計算と i プラス1番目の計算、これがこういう左側のような状態ですね。こういう状態だと計算時間はここからここまでかかるので、効率悪いわけですね。でこれがその i 番目の計算と i プラス1番目の計算がこうやって重ねることができれば、実行時間としてはこんだけになると、まあ、ここ図で言うと大体半分ぐらいになるわけですね。これは非常に効率がいいわけですね。まあ、こういうふうな効率のいい命令スケジューリングをやりましょうということです。で、これはちょっと前回お話ししたんですけど、もう一回ちょっとだけ話します。これ、大事なところなので、これと関係してるんだよということで、もう一回説明します。前回ですね、コンパイラーでソフトウェアパイプラインニングをやるんですよということをお話ししました。もう、まあ、例えばこんな風なですね、
AI の労働、BI の労働、それと AI と BI の演算をしてストアすると、まあ、2つの、AB 使って演算してストアするという、まあ、こんなふうな処理を考えたときに、まあ、ちょっとここに前提書いてありますけど、労働の2つとストアと演算は同時実行可能であるということと、ロードとストアは2クロックで実行可能で、演算は4クロックで実行可能、ロードと演算とストアはパイプライン化されていると、まあ、こんなふうな前提で考えたときに、まあ、何もしないとこういうふうにですね、ロードと A と B のロードは両方同時実行可能なので、まあ、2つ実行して両方ともロードしたら演算は、ちゃんとできると、で全部演算し終わったら、ストアになるんで、見ると1、2、3、4、5、6、7、8クロックですね。一つの要素の処理に8クロックかかると。次にまた8クロックかかるので、こういう状態だと8クロックかけ100要素あれば800クロックかかるということになるわけです。で、これを、まあ、ちょっと前回お話ししたようなソフトウェアパイプラインニングというような処理をしてやると。それは何をやるかというと、まあ、ここの、最初の立ち上がりのところは、まあ、ちょっとここに書いてあるんですけど、こういうふうに計算して、この部分ですね、斜線に、破線に乗ってる斜線の部分、もし3だとすると、A プラス1のロードなんで、I を、3だとすると、4のロード、あとこの B ですね、これ3のロード、これを同時にやると。I マイナス1の演算、2ですね、3マイナス2の演算。で、I マイナス2だから、1番目のストアをやると。要するに、こういうふうにですね、この斜線の部分を、こう、この斜線のところを同時にやるように、こういう形に書き直してやるという。一番最後のこの余ったところはまた最後にこういうふうに、やるという。まあ、こういうふうなソフトウェアパイプラインニングっていうのをやります。これが、先ほど言ったこの2つのこの A をパイプライン化されたハードウェアなので、まあ、こんな風にちょっと、ずらしてやります。これは同時にできるようになっているということで、パイプライン化されているのでこうずらしてやる。そうするとこの下の段がこうやって重ねることができるということですね。で、結局最終的に言うと、まあ、こんな風に重ねて、頭のところはちょっと違うんだけど、もうボディのところはこういうふうに1クロックごとにもう計算して結果が出てくるという、そういうことになるわけですね。で、これが、全体で言うと、まあ、1クロックでできるので、まあ、100要素あれば100クロック、さっき800クロックでしたけど、100クロックで、まあ、ボディの部分ができると。そこにちょっと最初の立ち上がり、最後の立ち下がりのところがありますけど、まあ、こういうふうにですね、こういうことをスケジューリングって言います。さっきの絵で言うと、簡単にこういうふうに書いてあったんですけど、この意味で、この真の意味は何かというと、こういうふうなですね、ソフトウェアパイプライニングと、をやって、こうやって、重ねて、やる。これがスケジューリングということですね。で、これに加えてですね、もう一つ、シムド化っていうのがあります。それと、あとアンロールっていうのがあります。ちょっともうその辺まで説明しませんが、ドゥーループをアンロールして、シムド化して、さらにこのソフトウェアパイプライニングをすると。これがですね、スケジューリング の一番やってる肝の部分ですね。だこういうことをやってるんだと。で、これができないとですね、スカラマシンは性能上がらないわけですね。で、あとは前回お話したような、アウトオブオーダーっていうハードウェアの機能だとか、そういうのがあるんですけど、そういったものとか、こういうものを駆使して、性能を上げてるということを、まあ、ご理解いただきたいと。で、今ちょっと長くなりましたけど、4点目の説明をしたので、今度5点目の演算機の有効利用ということを説明します。で、まあ、これは、端的に言うとですね、シムドっていうことなんですけど、このシムドって何かっていうとですね、 K の場合は、マルチ&アット演算機になってます。要するに、浄化算演算機ですね。それがシムドっていうのは、まあ、昔のベクトルみたいにちょっとベクトルとは違うんですけど、2本マルチアンドアッドが2つ一緒にできるということですね。こんな風に。で、ベクトルで、ごめんなさい。で、この一つ一つは先ほど言ったような、その、
流れ処理ができるようなパイプラインができているということですね。パイプライン処理ができてできる、その2つ、それが 2個同時にできるような、そういう演算機で、それが2本あるというような形になっています。まあ、そういう意味で浄化算を 2×2 ですので 4個同時にできるということで、 2×4 で8ですね。8個ワンクロックに一番うまくいけば8個を演算できるということです。で、そういう意味でワンコアのピーク性能というのは8演算かけるそのクロック周波数が2ギガですので、2816で16ギガフロップスというのが1コアのピーク性能になります。だから演算機の有効利用というのは、これの条件にマルチ&アッドに、SIM度が効いて、それが2本同時に動くと、これに近いほど演算機の有効利用が図れるというわけですね。まあ、だから、まあ、こういうことをちゃんと活用できるように、演算機を活用できるようにしましょうというのが5つ目の有効利用と、演算機の有効利用ということです。でこれでですね、今性能を上げるための5つの要素ということをちょっとご説明しましたので、その要求バイトパワーフロップの値っていうのと、その5つの要素ですね、それの関係をちょっとご説明したいと思います。まずですね、要求 BF 値と5つの要素の関係ということで、そのアプリケーションの要求するバイトパワーフロップ値のが大きい小さいっていう話を、ちょっと前回までしたんですけど、ちょっとここでもう一回復習しておきます。要するにその要求するバイトパワーフロップ値のが大きいのか小さいのかによって、そのさっき言った5つの要素ですね、性能を上げるための5つの要素、それが重点な置くべきところが違うんだよっていう話をしたいわけです。でまずその要求 BF 値が小さいっていうのは何かっていうと、この前ちょっとご説明したのは行列席の例で説明しましたけど、バイトパーフロップだから、まあ、移動量がバイトで演算量がフロップなので、これをまあ割ります。で、具体的に言うと、その移動量っていうのはこの2つですね、 N の2乗個のデータ、これが2つあれば、この計算ができると。だから移動量は2の N 2乗になるわけですね。それで演算量はこれは行列積ですので、2×N の3乗になるわけですね。そうすると割り算すれば、バイトをフロップで割れば N 分の1になります。でこれは N が大きくなれば大きくなるほど小さくなるわけですね。だから、そういう意味でそのこういうふうなものについては、要求 BF 値が小さい演算だと言えるということです。で今度これがその行列ベクトル積になります。そうすると、移動量は、この N の2乗の、行列の分、それとベクトルの分ですね。だから N の2乗プラス N になります。で演算量はN の2乗ですね、2倍の N の2乗になりますので、割り算するとこのオーダーが一緒だから2分の1になりますね。そういう意味ではこの N 分の1よりも全然大きいわけですね、原理的に考えると。そういう意味で行列ベクトル積みたいなものは、BF 値が、要求 BF 値が大きいアプリケーションだということに、なるわけです。まあ、要するにこの要求 BF 値が大きいか小さいかでだいぶ目の付けどころが違いますよということです。それでじゃあ要求 BF 値が小さいアプリケーション、これについてはどこが大事ですかって言ったら、やっぱり原理的に言うと、これはオンキャッシュにできるはずなので、とにかくキャッシュ、先ほどちょっと説明したキャッシュの有効利用ですね、とにかくオンキャッシュにしましょうと、これが、まあ、まずは一番大事であるということですね。それが一番、その先ほど言った3番目ですね、これが重要だということです。で次にですね、とは言ってもオンキャッシュにしても、この二次キャッシュは先ほど言ったように、やっぱりメモリと同じようにラインごとのアクセスになります。だからこのラインのアクセスっていうのをうまく効率にするっていうことですね。これが2番目にやっぱり大事になってきます。やっぱりキャッシュに乗っててもこれが効率的に利用できてないと、うまく性能出せないので、これが2番目に大事である。でそれができた上で、スケジューリングですね、このスケジューリングが、ちゃんと
できているかどうかということ、あと演算機の有効利用ができているかという、まあ、3、2、4、5ぐらいの、やつが重要になっていると。それで一番最初に言ってたあのプリフェッチを効かせるとかいうのはですね、あれはちょっとやっぱりそのこのまずこの次あたりにはちょっと重要にはなってくるんですけど、やっぱり重要度から言うとあの要求 BF 値が小さいアプリケーションについては少し、低くなっていくかなということです。それで次に今度要求 BF 値が大きいアプリケーション、これはですね、何が一番大事かというと、ここに書いてありますけど、メモリーバンド幅を使い切るということが大事になってくるということです。これはどういうことかっていう と、先ほどちょっと説明しましたけど、この丸の中に書いてあるようにプリフェッチが効いてアクセスがこう連続になっているという状態ですね。これあの、K は、まあ、K を例にとるとですね、64GBps っていうのがメモリーアクセスの理論的なあの性能値なんですけど、それが出るっていうのはこのプリフェッチがちゃんと効いてこのレイテンシーが見えてない状態でその性能が出るということなんですね。だからこれがそのレイテンシーが見えちゃってるとその 64GBps という常値は 出ないわけですね。だから非常に重要なんです。だからメモリバンド幅を使い切るってことはもうプリフェッチを効かしてこういう状態にしてあげましょうと、これがメモリバンド幅を使い切るということですね。だからまずは要求 BF 値が大きいアプリケーションについてはこれをまず考えてやりましょうということなわけです。で、まあ、そういう意味で言うと一番大事なのは何かというと先ほどの、一番 の、まああのプリフェッチを効かして要求 BF あのバンド幅をメモリーバンド幅を使い切るということとやっぱりそのラインアクセスですねの有効利用、これがあの一番、まあ、その要求 BF 値が高いものについて大事なあの性能要素だということになるわけです。で次はやっぱりそのキャッシュもですね有効利用しないとですねなかなか厳しい状況になってきているので、このキャッシュの有効利用、これもあの次に大事になってくるということです。メモリーバンド幅を利かして使い切った上でちゃんとキャッシュも有効利用しましょうということですね。で、次にやっぱりスケジューリング、次にやっぱり重要なのはやっぱりこの辺のスケジューリングがちゃんとできているかどうかということになります。で、あと5番目のこの演算機の有効利用っていうのはですね、まあ、最後にやっぱりこの辺も効いてくるということになります。ただやっぱりですね、この辺であの理解していただきたいのが、K みたいなものは SIM 導演算機のマシンだから何が何でも SIM 導聞かせないとダメじゃないかということでみんなあの SIM 導化っていうのを先に気にしちゃうんですけど、実はですね要求 BF 値が 高いアプリケーションになるとこれさっき の、 そのメモリーバンド幅を使い切れてないやつがいっぱいあるんですね。アプリケーションとしてはまずそこを気にしないといけないと。で SIM 導化はですね実はあの要求 BF 値がすごく高いやつはですね別にあの SIM 導なんか聞かないであの1個ずつやってもですね十分間に合うということもあるわけですね。だからデータの供給がもう追いつかないんであの、演算機はそんなに回らなくてもいいやっていうそういう場合もあります。だから一番気にしなきゃいけないのはまずそれを気にするということですね。だからここで言いたいのはその自分のアプリケーションが要求する BF 値が小さいのか大きいのかとそれを見極めて何をしなきゃいけないかというのを考えてほしいと。あんまりあの検討外れなことをしても無駄な努力になってしまうのでその辺を考えてほしいというのがここで言っているあの話です。大きな話ですね。それで、次にじゃあ今度これで、今その要求 BF 値とその性能を決める5つの要素の関係をちょっとそこまでお話ししましたので今度はちょっと性能要求 BF 値が大きい場合に限ってなんですけどその性能予測の方法っていうのを少しあのご説明します。これは実はですね要求 BF 値が低いものについてもこういうものをちょっと我々としても考えたいなと思ってるんですけど、まあ、少しずつできているんですけどまだまだちょっとあのできてないのでできたと言い難いのでちょっと今回は要求 BF 値が大きい場合だけということでちょっと性能予測書を説明いたします。
我々はですね、要求ビーフ値が高いものについては、大体こんな手順でですね、チューニングをしているということです。まず一つ目は、プロファイラーというものがあります。それで、測定をします。で、その、まあ、前回ちょっとお話ししましたけど、単体性能のチューニングの時には、カーネルを切り出してやってくださいというお話をしましたけど、そういうふうに切り出したカーネルに対してプロファイラーを使ってですね、測定をします。ちょっとグラフの説明はしませんが、そうするといろんなですね、プロファイラー測定で問題等が分かることがあります。で、その時にですね、この言ったその性能推定の方法ですね、これを使って、まあ、これちょっと要求 BF 値が高いやつだけなんですけど、それについて、性能推定をして、でそこまでその達しているかどうかと、でプロファイラーを使ってその問題がないかどうかを見て、それでそこまで達しているかどうかっていうところを見て、達してなければじゃあなんかおかしいねと、悪い原因があるんだねということで性能チューニングをしていくということになります。でさらにですね、じゃあ今度そのじゃあもっと性能上げられないのと、例えばキャッシュに乗っかってないやつをキャッシュに乗っけられないのかどうか、まあ、そんな検討をして、で、じゃあこういうことをやれば性能上がるかなっていうのをまあ考えて、じゃあそうしたときに、やっぱり要求 BF 値が高いやつについてですけど、まあ、性能予測をまだまたしてみると、で、そこに、チューニングをした方法をちょっと試してみて、そこまで到達するかどうかを見ていくと、まあ、こんなステップを繰り返しながらですね、チューニングをしていくんだよと。それで要求 BF 値が低いやつについてはですね、それについてはちょっと要求その性能推定はできない、なかなか難しいんですけど、ただそのキャッシュに乗っかるやつ、完全にもうメモリまでいかなくてキャッシュに乗ってるってやつは、これはもう大体ね 30%、40% 以上の性能出るので、そういうそのカーネルした場合ですね、そこまでいけるかどうかというのは大体メドになるかなと。でちょっと問題なのがメモリーとキャッシュと 両方、まあ、適度にこう使っているようなやつですね、その辺の性能がどこまでいくのかというのがなかなか性能予測ができないというのが今のところの状態です。まあ、こんな話をこんなやり方でこうチューニングをしていくということで、じゃあその性能推定というのをどうやるんですかというのをご説明します。一つはですね、まあ、我々も独自でいろいろやってたんですけど、このルーフラインモデルというのがあって、まあ、いろいろ同じように考えている人もいて、こういうやり方が今論文が出てて、あります。でこれにまあ割と近いやり方なんですね。ここで説明するのがですね、でどういうのかというとですね、ここではそのこの論文の中ではですね、BF 値じゃなくて逆数のフロップパーバイトですね、これを演算強度というんですかね、オペレーショナルインテンシティという値を使ってます。それでどういうことかというと、そのフロッパーバイト、まあ、ハードウェアのピークのフロッパーバイトの値ですね、これ例えば K であれば、F が128ギガフロップ数、 B が、64ギガバイトパーセックなので、FRB は128÷64で2ということになります。で、まあ、バイトパーフロップでいうと逆数だから 0.5 ですね。で、そこまで、そのアプリケーションの、これだからハードウェアが持ってるその FB の値ですけど、アプリケーションの FB 値が、そこまで ここに達したらそのピーク性能が、ハードウェアのピーク性能が出るでしょうと。でそこまで達するまでは、こう線形にこう性能が上がっていくでしょうねという、まあ、こんなふうなモデルですね。で、まあ、割とこれ、当たってて、じゃ具体的にはどうするのかっていうのをちょっとご説明しますと、こんな感じですね。それで今ちょっと今の説明は F パー B をちょっと やってますけど、ちょっと我々はちょっと BF 値でずっとやったので、そういう資料になっちゃってるんで、ちょっと BF で考えていただきたいんですけど、まあ、これで理論的には全然同じですので、BF 値って考えると、先ほど言いましたように、K のハードウェアとしてのバイトパーフロップは、
64÷128 なので 0.5 です。これは理論値です。で、ただし、ストリームベンチマークなんかで実行の値を測るとですね、0.36、大体7掛けぐらいになります。でこれ7掛けで、性能低いんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、結構これはいい数字でして、この前の、K の前のですね、FX1 なんかだと、7掛けじゃなくて3掛けだったんですね。そういう意味で、これ自体は非常に K は頑張ってる、メモリの性能については頑張ってる、まあ、そんなマシンです。まあ、そういう意味で、まあ、それは余談ですけど、この 0.36 というハードウェアの値を今から使います。で、まあ、ちなみに言うと、L2 キャッシュから L1 については理論値は2バイトパーフロップ、 L1 から演算機まではバイトパーフロップは4ということになります。で、まあ、こういう値をちょっとベースで使います。で、それで、じゃあ、ロードが X で、演算 X かって、まあ、そんなことを勘定していくわけですけど、例えば、これ実際に、今我々の方でやったアプリケーションの一つの、まあ、ちょっとシンプルな例なんですけど、まあ、こういうふうに、こんなドゥーループがあったとします。で、この時に、このブルーのやつ、この右辺を見てみると、V っていう、まあ、これ速度ですね。これも、どちらかというと、これがベクトルで、この R っていうのが、まあ、これレジスターになっている乗数なんですけど、これが行列。だから、行列なんだけど、この乗数の行列と。だから行列とベクトルの積だと、これも言えるんですけど、素行列の行列とベクトルの積だと言えるんですけど、こうなったときに、この V っていう、ベクトルの値ですね。これは、まあ、見てもらえると分かるように、全部、この、1次元目が、差分になってます。ですから、先ほど言ったようにキャッシュラインという考えがありますので、キャッシュラインを、だから1行持ってくるとですね、1個持ってくると、まあ、この中にちょっと、1個持ってくると、他のやつも入っていると見なしていいということですね。そうするとこれ、V だけデータを、ベクトル、メモリまでアクセスするのはこの1個だけでいいと。だからロードは1とか勘定します。で、あとは3つはキャッシュから持ってくると。L1 キャッシュから持ってくるというふうに勘定します。で、この左辺なんですけど、これが実は左辺だからストアだけでいいだろうと思うんですけど、実際はちょっと特殊なオプションをつけないとですね、ロードも入っちゃうので、まあ、これはロードが1、ストアが1って勘定します。すると青い部分が、メモリーからのロードストアで、1、2、3ということになりますね。そういう勘定します。で、そうするとですね、まあ、そんな感じをするってことをちょっとまあ覚えておいていただくと、これ見ると、そうすると、メモリーからは1、ストアが1、ロードが2、でキャッシュへは、その3つとですね、あと さらに先ほどキャッシュから来るっていう3つがありますので、まあ、メモリーから行くのもキャッシュを一度通りますので、キャッシュからは、キャッシュとは 6個、移動があると考えるわけですね。そうすると、メモリーの、バンド幅、これが先ほどの64に7掛けすると46ぐらいになるんですけど、これが1にすると、L1 キャッシュはバンド幅で、見るとですね、64×8、まあ、理論的になんですけど、あります。これが先ほどの L1 で4バイトパーフロップの値ですね。で、それを勘定すると、1対 11.1 になります。そうすると、メモリーからは、3個も取ってきますので、まあ、これ、ちょっとこれで46で、比較化すると、まあ、3÷1 で、まあ、1になるわけですね。すると、先ほどの、移動時間という意味では、キャッシュからは6なので、6を、バンド幅の比 11.1 で割ると、0.5 ぐらいになります。まあ、要するに移動時間の比とすると3対 0.5 ぐらいであると。だからメモリの方が全然遅いんだってことですね。で、これ同じように L2 でやってやると46.1に対して L2 がまあ理論で言うと2頃あるので 5.6 になると。で、6を 5.6 でやると 1.1。で、やっぱりこれ3だとすると3対 1.1。
まあ、要するに L2 の移動費 も全然、こっちの方が移動時間としては早いということで、今もう考えなきゃいけないのは、まあ、ちょっとこういうのを考えるとですね、メモリーで立足されるやつについてはもうメモリーアクセスの変数だけ考慮すればいいっていうのが、まあ、今の考え方です。それで計算すると性能の見積もりとしてはどうなるかっていうと、要求バイトパーフロップを求めますので、このアプリケーションのですね、要求バイトパーフロップを求めるので、先ほど 3つだと言いました。配列の数はで、これは例は単精度なので 4です。一つの、配列の大きさとしてはですね、だから 4バイトのやつを3つなので、要求バイトは12バイトと考えます。で、要求フロップはいくつかというと、これ数えればいいので12345と5になります。そうすると割ってやるとですね、要求バイトパーフロップなので12を5で割ると 2.4 になります。そうすると先ほど そのルーフラインモデルに従う とハードウェアが持っているのが 0.36 で、要求されているのが 2.4 なので、線形で見るとだいたい 0.15 になって 15% ぐらい出るのかなというのが予測できます。で、これ実際測定するとですね、 15.3% になります。で、これもちろんスレッドヘイルされているところですね、それはちょっと言っておきますけど、スレッドヘイルされて1 CPU で何パー出るかというとこういうことですよということですね。で、だから大体こんな風にするとですね、性能見積もりというのができます。で、これはですね、ちょっとこれすごいシンプルな例ですけど、ちゃんとそのキャッシュに載ってるとか載ってないとかですね、これの話をこう見てやると、もうちょい複雑な例でもちゃんとこれ合いますので、ただしメモリーバンドハバネックになってるやつですね、そういうアプリケーションはこれで見積もりますよということです。で、まあ、ちょっとこの辺を使ったですね、実際アプリケーションが どうやってチューニングして、どうやって見積もったかみたいな話は、まあ、次回以降ですね、4回目5回目で少し詳しくしたいと思います。まあ、こんなふうなメモリーの見積もりの方法、性能見積もりの方法を使うんだよということです。で、これで、4つ目までかな、お話ししましたので、今度は具体的にテクニックですね。今言ったその5つの要素に対応してですね、どんなふうな具体的な、やり方があるのっていうのをちょっとこれからご説明いたします。で、まず1つ目はスレッド並列化ですね。スレッド並列化っていうのは具体的に言うと、例えばこのIJ でこういうふうな、まあ、これも適当な例ですけど、こんなふうな IJ の計算だったと。で、この I と J をこう、こういう、まあ、2次元でこう計算してやると、この J の方向で、まあ、例えば一つのやり方はですね、ブロック分割をしてやると。具体的に言うと何かというと、もうこの IJ でこのスレッド8つあれば、この部分をブロックで J でこう切ってあげて、ブロックに分けて、これをスレッド0に、ここ次をスレッド1にって、こういうふうに分けてやるということです。で、これ1列しかないですけど、本当はもっと細かいメッシュなので、列はこう複数あるということを思っていただきたいんですけど、これちょっとあくまで概念図ということでやってますけど、まあ、こんなふうなですね、ブロック分割をしてやると、まあ、ここでOpenMP のディレクティブを書いたりとかですね、自動並列だったらここでやってくれる場合もあるし、ここでやってくれなければ自動並列の場合もなんかディレクティブを入れてやると、この J でブロック分割すると、まあ、そんなふうな命令が書けます。まあ、そんなことをやって、分割していくわけです。で、今度ですね、前回その CG 法っていうのをちょっとご説明したんですけど、そういったやつで、じゃあ、スレッド並列やるのに具体的にどんなテクニックがあるのっていうのをちょっとご説明します。で、これはですね、前回ご説明した CG 法、不完全コレスキー分解を用いた、前処理に不完全コレスキー分解を用いた CG 法のアルゴリズムです。で、この前処理っていうのはですね、ただ不完全コレスキー分解だけじゃなくて、いろんな方法を使うことができます。例えば前回ですね、ガウス・ザイデル法っていうのをこうご説明しましたけど、その ガウス・ザイデル法みたいなものを使うことができるということです。それで、
CG 法の本体のですね、この行列ベクトル積とかですね、内積とか、あとこんなふうな、ベクトルに、乗数倍してベクトルに足すとかですね、こういったのはですね、先ほど言ったここで説明したようなですね、これブロック分割っていうので、まあ、簡単にあのスレッド並列することができます。でただ先ほど言ったその前処理ですね、この不完全コレスキー分化もそうなんですけど、ちょっとそれで説明するとちょっとややこしいので、まあ、ガウスザイデルの前処理で説明しますけど、そこのその前処理の並列化っていうのがなかなか、ややこしいんで、ちょっとここでテクニックを説明するということです。でガウスザイデルっていうのは前回講義しましたように、まあ、リカレンスですね、あのデータ の, あのこういうふうな、依存関係ですね、リカレンスという依存関係があると。でこれ普通はこの前も言いましたように、このままじゃあ依存関係があるんで並列化できませんよということを申し上げたんですが、ということはそのスレッド並列もできないわけですね。だから具体的にじゃあ何をやるかというと、前回もちょっとご説明しましたけど、レッドブラックスイープというような計算順番を変えてやると、まあ、変えても答えは一致するんだからいいんですよということを申し上げたんですけど、そういうことをやってやります。やっぱりで具体的に言うと、この計算順番がこの黄色の順番でこう計算して、まあ、黄色のループがこうできるわけですよね。で青の次にこの半分の格子点がこの中に含まれるわけですけど、そうするとその後の残りの半分は青色を使ったループができるわけですけど、こうするとこの黄色と青についてはこの前言いましたようにリカレンスがなくなりますよということをお説明しました。まあ、そういう意味でこうなちゃんとやるとこうリカレンスがなくなるので、そのなくなった リカレンスのループをブロック分割でやると、こういうことをやります。こういうことをしないとその CG 法の前処理とかですね、その辺はそのスレッド並列ができない。だからこんなふうな書き換えをしてやらないとスレッド並列もできないということになります。でもう一つはこの前にちょっとご説明しましたけど、このハイパープレーンですね、こう斜めに計算していくというのをちょっとご説明しましたけど、まあ、この斜めに計算してそこの斜めのループを、スレッド並列すると、そういうやり方もあります。まあ、いずれにしろこういうふうなテクニックを使わない と,、ガウスザイデルのようなものはスレッド並列化できないと。それであのじゃあヤコビ法はもともと前回説明しましたけど、あの依存関係がないんだからヤコビ法を使えばいいんじゃないかという話もあるんですけど、やっぱりですねヤコビ法だとあの収束があんまり良くないんですね。やっぱりそのガウスザイデルとか、先ほどの不完全コレスキー分解とかですね、これもやっぱり依存関係があるんですけど、そういう依存関係を持っているものの方がやっぱり収束は早いと、まあ、強い、ソルバーになるということですね。ということです。それが一つ目ですね。で、もう一つ目の、ロードス、まあ、一つ目、今はスレッド並列の話をしたので、今度、ロードストアの効率化ということで、ちょっとテクニックの話をします。一つはロードストアの比の改善ということで、内側ループアンローリングっていうのがあります。まあこれも簡単な先ほどと同じ例ですけど、こういうようなドゥループを考えます。でこれをですねアンロール、その内側 の i のループですね、これをカンマに2つずつにこう一個飛ばしでやって、この中を2行書いてやるということですね。でこうするとですね、ロードストアの比が改善すると。でなんでかというと、具体的に言うとですね、これ先ほど言いましたけど、この最初のコーディングは、演算量が4つで1234、それであとロードストアの回数は4だったわけですね。でだけどこの2番目にするとですね、2番目にするとここの AI と i プラス1で、ここは i プラス1と i プラス2になるわけですね。そうするとこの i プラス1が同じものになります。でこの A の i プラス1は同じものだと、ここで1個ロードすれば2行目はこうロードしなくていいわけですね。これを使います。だからこういうふうに
アンローリングするとですね、この差分のこういう書き方をされているものっていうのは、そのロードスターの比が良くなるっていうことです。で、具体的にこれ勘定してみると、演算の数はこれ2倍になってますから 4×2 で、8になるわけですね。それでロードの数はこちら側は4なんですけど、こちら3人減ってるので 4+3 で7ですね。先ほどは演算とロードストアの数が4対4だったのが8対7になって、ロードストアの比がちょっと減るわけですね。だからこんなことをやってやると、演算とロードストアの比の改善ができるんだよということです。まあ、ちょっとこれ一つの例ですけど、まあ、いろんなパターンがありますが、こんなことをやってあげることができるということです。もう一つは、外側ループストリップマイニングという、まあ、そんなやり方もあります。まあ、具体的に言うと、まあ、こんなふうな、まず IJ 型のこういうふうなコーディングがあるんですけど、これをまあ JI 型、まあ、ちょっとループ入れ替えをしてやるわけですね。ループ入れ替えをしてやると。で、こうしてやると、ロードする数は A と、まあ、I がかかってるですね。I がかかってるやつなので、A と Y が2個のロード。で、Y をストアということですね。で、演算は2個になるわけですね。そうすると、演算とロードストアの比は、2対3になってくるわけです。で、これをですね、こういうやり方ですね、こういう、この上に書いてあるような、これは 10でストリップマイニングしてるんですけど、こういうふうにしてやって、中をこう10個ずつ、10個のループに出てきてるわけですね。で、これをさらに、アンローリングしてやります。こうずっと。そうすると、ごめんなさい。こうアンローリングしてやると、この XI っていうのはですね、ごめんなさい、XJ っていうのが、これが、1個で済んで、それで、この A については、IS と IS プラス 1J と、まあ、IS プラス Q という、この形になるわけですね。で、これを勘定してやると、A の IS プラス Q、まあ、この部分ですね。このラインのやつ、これ10個と XI っていうの1個をロードすればいいと。で、いうことになるわけです。そうすると演算は、20個になりますので、こうロードストアと演算の比は20対11になるということになります。まあ、こうするとですね、こんなコーディングをしてやると、ロードストアと演算の比が稼げるということになります。まあ、先ほど言ったこんなふうな内側のローリングとかこうループストリップマイニングとかですね、こんなことを、まあ、やってやると演算とロードストアの比の改善ができるということですね。まあ、ちょっといろんな例があるんですけど、まあ、この辺はやり方がいろいろあるんですが、まあ、こんなふうな基本的に言うと、まあ、こんなふうに重なってるやつを使い回しするみたいなそんな感じになりますが、そういうことでロードストア演算の比の改善ができるということです。あとはですね、プリフェッチの、有効利用ということがあります。プリフェッチはですね、ハードウェアプリフェッチとソフトウェアプリフェッチと2種類あります。で、ハードウェアプリフェッチについては、連続なキャッシュラインのアクセス、まあ、そういうふうな形、ものをやる配列について自動的に機能します。だからあんまりちょっとまあ、そういう意味でストライドアクセスでも機能するんですけど、遠いストライドアクセスのやつはハードウェアプリフェッチ効かないんですね。まあ、ちょっと K の場合なんですけど。で、ソフトウェアプリフェッチについてはコンパイラーが必要であれば自動的に命令を入れてくれます。で、あとはユーザーがですね、コンパイルオプションとかディレクティブを使って入れることもできるということです。ただですね、そのハードウェアプリフェッチというのはいくつか制約があって、ループ内の配列アクセス数が、まあ、一定の数以上をですね、超えると効かなくなっちゃうということがあります。ループの中にたくさん配列があって、まあ、ストリームっていうんですけど、こう持ってくるそのストリームでこう持ってくるような配列が多くなると効かなくなっちゃうということ、まあ、そういう場合ですね、配列マージということで、例えば A とX と A と B と C っていうのを使ってたとすると、これを、まあ、ちょっと右側の ABC をですね、
1,2,3 っていうふうにこう最初の添え字のところに持ってきちゃって、こう同じ配列名にしちゃうということができます。まあこうすればコーディング的には結果的には同じになるわけですね。まあ、ただちょっとプログラムの書き換えは必要になってくるんですけど、まあ、こんなことをすると配列の数が、アクセスするその配列ストリームの数が減って、そのプリフェッチですね、ハードウェアプリフェッチが効くようになると、今まで効かなかったのが効くようになると、まあそういうこともできますということです。ちょっとこの辺はですね、もうケースバイケースでいろんな場合があるのでですね、全部説明しきれないんですけど、まあ、一つの例としてまあこんなことがありますよということです。それともう一つは、そのプリフェッチの有効利用で同じようにですね、さっき今ユーザーがコンパイルオプションとかディレクティブでやることもできるとお話したんですけど、まあ、こういう例もあります。こういうふうにですね、この OCL プリフェッチっていうのを入れて実際にこれでやるということもできます。まあこういうユーザーが言ってやれ入れてやれば、プリフェッソフトウェアプリフェッチが効くようになって、こういうところにどの配列にプリフェッチできましたよっていうのはですね、メッセージが出るので、こういうので知ることができるということです。あと LINE アクセスの有効利用ということで、先ほど言った2番目のやつですね。例えばリストアクセスでですね、よくあるのがその流体のアプリケーションなんかで XYZ、UVW みたいな座標と速度みたいなやつをアクセスするような場合ですね。こんな時にリストアクセスを使っている場合もあるんですけど、これをですね、こう別々のリストを使っ、リストは同じなんですけど、その UVZ、XYZ、UVW みたいな全然別々の配列にしておくとですね、このアクセスがこう全部こんな風に飛び飛びになっちゃうわけですね。これ非常にもったいなくて、例えばこれを一つの配列としてこうなんかマージしてやると、例えばこれだと最大6個、マージできると思うんですけど、そうするとこんな風に1次元目で1から6までにこうやってやっちゃうとですね、1個しかアクセスしなかったのが6個はこう使えるようになるわけですね。まあ、そんな風なことでだいぶその配列マージによってラインアクセスが1ラインに1個しか生かされなかったのが 6個使えるようになるとかですね、まあ、そんなふうな、有効利用ということで聞くことができるということです。それとですね、これもそうなんですけど、まあ、ストライドアクセスですね。こういうふうな一番改善前のコースで、ソースでこういうふうにストライドアクセスになってました。最内が i でこれフォートランの場合なんですけど、フォートランは内側からループが回っていくので、これ外側が回っちゃってるので、これストライドアクセスになってるんですね。これを、こういうふうに AI っていうですね、こういうふうな配列を、仲介にしてこういう計算をしてるんですけど、これは二次元配列にして、これをループをぶった切ってやってループを交換することによって配列が連続アクセスになって、こうするとその今まで飛び飛びでアクセスして、ラインアクセスが飛び飛びになってたのを連続アクセスにすることで、ラインアクセスの有効利用が図れるようになるということ、まあこういう状況があるということです。それと、あとは、3番目にキャッシュの有効利用ですね。これは前回もちょっとお話ししました、ブロッキングというやり方ですね。行列行列積の計算も原理的には要求 BF 値が低いんですけど、でも実際のコーディングはそのあまりにもこの長すぎるとですね、キャッシュに乗らなくなっちゃうので、こういうふうに少しずつ区切ってですね、ブロックにして、その中で、行列行列積の計算をしてやりましょうと。そうすると両方ともキャッシュ、オンキャッシュに乗って、性能向上を図ることができますよということを申し上げました。これはちょっと前回も説明したので、まあ、これぐらいにしておきます。それともう一つはですね、リストアクセスでですね、アクセスするような場合ですね、こういうやつもその不連続データを一回ですね、 N 個持ってきて N の事情の計算をするようなものであれば、
不連続であっても1回 N 個の連続アクセスに1回持ってきて計算してまた戻すっていうのでもですね、このデータのアクセスっていうのはこれはオーダーとしては N なわけですね。で演算が N の事情があればですね、それは十分ペイする場合があるので、まあ、ちょっとこの辺はケースバイケースですけど、こういったことも考えて、いただきたいと。それでですね、私よく見た例はやっぱりその N ボディの、まあ、あれとかですね、あと分子動力学の計算みたいなので、ちゃんと自分たちブロッキングされてますよっていうようなことを聞くんですけど、実は演算だけブロッキングされてて、そのデータのこういうその、移動ですね、データを持ってくるところがブロッキングされてないっていうのは結構よくありました。そうするとですね、なんだか おかしいな、ブロッキングされてるのに性能が上がんないなみたいなことがあったんですけど、これよく見ると演算はされてるんだけど、データの移動がブロッキングされてなくて、そこで全然時間食ってる、そういうこともありますので、まあ、ぜひですね、その辺はよく考えて、そのちゃんとブロッキングをするってことを見ていただきたいと思います。まあ、絶対に聞きますので、まあ、そういうことですね。それとちょっとここがね、ややこしいので時間がちょっとかかるかもしれないので、ただちょっと説明しますが、あとキャッシュのですね、有効利用という意味でスラッシングっていうのがですね、ちょっとこれなかなか避けて通れない問題がありまして、経緯はですね、ちょっと L1 キャッシュが 2way っていう、ちょっと今説明しますが、そこが少しね弱いところがありまして、スラッシングっていうのは起きやすいです。それどういうことかっていうと、キャッシュっていうのはですね、 L1D キャッシュ、1way K はこう 2way あって、それが一つ一つが128バイトのキャッシュライン持ってるわけですね。それがエントリーとして128エントリーあります。で、これが2つあるってことなんですね。で、これ合わせると片方で 16K バイト、片方で 16K、合わせて 32K バイトなんですけど、こういうふうになってます。で、これがですね、まあ、ソースの例、まあ、これ本当に恣意的な例なんですけど、まあ、例えばこんなふうに2ごろかけ2ごろでこう配列が宣言された場合っていう、それでそれをこんなふうにアクセスした場合っていうことなんですけど、こうするとですね、配列のデータっていうのは、L1 はロンリーアドレスですね。ロンリーアドレスでこうずっとこう来てて、これがそのどっかのそのキャッシュ、L1 キャッシュのどこかにマッピングされるわけですね。どっかのアドレスに。こんな風になってます。だから、物理的なメモリーがこうなってると、ずっとこう下まで行って、次にまたこういうふうに行って、さらにこう行って、こう行ってっていうふうに、物理アドレスがこう、メモリーが並んでるんですけど、それが横にこう線をこうつないだですね、どっかにこうアドレスが決まるわけですね。そのアドレスがですね、こういうふうな書き方になってるとですね、これ本当に恣意的な例なんですけど、全部アドレスがこう重なっちゃうんですね。これ A の1番目の頭と2番目の頭と3番目の頭、4番目の頭で、これが全部ですね同じアドレスに重なっちゃいます。でここまで恣意的な例じゃなくてもですね、なかったとしてもこういうことが起こるんですけど、でこうなるとですね、まず最初に1つ目の配列 A のこの 一番右のが1の分ですね、これが最初はこの上の1の方にキャッシュで入ってきます。で次が2は次の2番目の上のところにこう入ってきます。でこの例だと3番目のやつもこれがですね、やっぱり同じアドレスなんでここに入ろうとするんですね。そうするとこの1番目の上のやつがもう追い出されちゃうんですね。こういうことです。こういうふうに自分がメモリーのアドレスがによって決められるそのキャッシュの位置が重なった場合は最大2個までは OK なんだけど、それが3つ重なっちゃうと追い出されちゃう。それがスラッシングと言います。でこれがですね、これは本当に恣意的な例ですけど、でも実際はですね、これがまあ、こんなここまでひどくなくても起こることがあります。でこれはですね、他のマシンでもどこでも起こるんですけど、 A の場合はちょっとこれがウェイ数が2つっていうのがちょっとした弱点でして、
ちょっと起こりやすいんですね、他よりも。だこれをうまく、起こるんだってことを考えて、いただくのがちょっと必要かなと思ってます。ちょっとだいぶ時間がかかる。例えばですね、それを避けるのにスラッシングの除去ということで、配列のマージですね、先ほど言ったように、こんな風にバラバラになってるやつを、こういうその、やっぱりスラッシュが起きちゃうような配列になってるのこれを、先ほどやったようなマージみたいなものでこうやってやると一つのラインに乗るようになると。そうすると今言ったようなそのスラッシングが起きないという、こういうやり方で避けるということもありますし、もう一つ、インデックスを交換しちゃうということですね。これも、同じような効果がある場合があるということです。こんな風なですね、インデックスの交換で、ちょっと後でちょっとこうスライドをアップしておきますので、ちょっと詳しく見てほしいんですけど、これインデックスの交換でこういうことをすることもできるということがあります。あともう一つはですね、ごめんなさい、あと2つぐらいあるんだ。あと、スラッシングの上で一番使うのが結構ループ分割ですね。要するに、ループ内でアクセスする配列が多いとですね、今言ったように、配列がたくさん使ってると、そのスラッシングというのも起きやすくなっちゃうんですね。そういう意味で、ループを分割することで、ループ内の配列数を削減すると。で、そういうことでスラッシングの発生を抑えることができると。結構これは我々もよくやります。そういう意味で、スラッシングが起きたら、ちょっと分割してみるということも一つの手であるということです。それとですね、ちょっとこれもね、特殊なんですけどね、パディングっていうやり方があります。例えば、こういうやつですね。こういうやつでスラッシングが起きているときに、一つはそのコモンですね。コモンを使っているような場合は、その間にですね、こういうダミーの配列をちょっと入れてやると。そうすると、インデックスの状況が、アドレスの状況が変わるんで、その、L1 キャッシュの、その、中のアドレスも変わって、スラッシングが抑えられるってこともあり得ると。で、もう一つはですね、よくやるのが、配列の宣言、先ほど2ごろとやってましたけど、1次元目とか、場合によっては2次元目にする場合もありますけど、1次元目のところで、例えば256だったら257にしてあげると。そうするとですね、やっぱりそのメモリー上の配置が変わって、スラッシングが、起きなくなるって、そういう場合もあります。こんなふうなですね、テクニックを使う場合が、それとですね、今度は、スラッシングの話が終わったので、キャッシュの有効利用ということで、一つは、先ほど言いましたように、その L1 と、ごめんなさい、メモリーと L2 については、キャッシュラインは128バイトごとのアクセスになります。だけど、一時キャッシュはですね、これは1要素ごとのアクセスです。そういう意味で、ちょっとよくあるですね、こんなふうな、素行列と、ベクトルの、行列ベクトル積ですね。これは典型的な例ですけど、CRS っていうそのコンプレックスドローストレージかなっていうのを使った配列の、使った、行列ベクトル積の例なんですけど、このベクトルのアクセスがですね、やっぱりそのキャッシュラインごとでこう飛び飛びだと、この中の1個しか使わないっていう、そういうことがこうよくあるわけですね。これ非常に頻発します。でそういうことが頻発すると、もう全然そのベクトルのアクセスのところだけで全然性能が出ないということになります。でそういう時にちょっとこの辺は具体的には次回以降でちょっと説明しますが、その要素をですね並べ替えて、ベクトルの要素を並べ替えて、一時キャッシュにある程度一時キャッシュ上でこう乗るような形に並べ替えてやると。そういうことをすることによって、このベクトルのですね、アクセスを、非常に効率よくすることができると。そういうこともあります。そういう意味で、そのリオーダリングによるキャッシュの有効利用っていうのも、一つのテクニックとしてございます。で、これはちょっと具体例はもう次回以降にちょっとお説明いたします。あとですね、ここから、ちょっとだいぶ時間が来ました。効率の良いスケジューリング、あと演算機の有効利用っていうことで、
4つ目、5つ目については、これ、スケジューリングとですね、演算機っていうのは、もうちょっとなかなか切って切り離せないので、一緒になってるんですけど、まあ、SIM と演算機を使うっていうのと、スケジューリングっていうのはもう切り離せないので、まあ、ちょっと同じ項目になってますが、まず一つはですね、カラーリングっていうのがあります。ソフトウェアパイプラインニングとか、SIM とですね、先ほど説明しましたけど、そのスケジューリングというのはループに対して行われます。で、ループのインデックスについてこう依存関係があると、ソフトウェアパイプラインとかシムド化はできなくなります。で、そういう意味で例えば先ほど言ったガウスザイデルなんかはその典型で依存関係がある。だからシムド化とかソフトウェアパイプラインができなくなる。まあ、そういう時には先ほど言いましたように CG 法の前処理のスレッド塀ですかでちょっと言ったような、例えばレッドブラックスイープへの書き換えをやってやるということ、それで依存関係が除去できます。で、レッドブラックっていうのは2色のカラーリングなんですけど、2色以上のカラーリングもできます。ではちょっと今日は詳しく説明しませんが、それも同じような効果があります。で、その色を増やすとですね、一つ一つのループは小さくなるんですけど、依存関係はだんだん、そのループ間の依存関係は少しずつカラーを増やすと増えていくので、レッドブラックよりもカラーを増やした方が収束回数っていう意味では早くなる、まあ、そういう効果があります。まあ、そういう意味でカラーを増やしたカラーリングというのも効果があるということですね。それとあと if 文の除去ですね。 if 文もですね、KSIM とイコールに、まあ、K で言えばそういうオプションとか OCL、SIM ドディレクティブみたいなのがあって、そういうのを使うことで SIM ド化とかソフトウェアパイプラインを行うことができます。ただ、if 文が非常に複雑になったりとかですね、そうした場合には、その効率があまり思ったように上がらないというようなこともあるので、まあ、if 文の除去ということで、こんなことをやることもあります。具体的に言うとですね、こういう計算点で、中にある点はこういう4つ、5点差分になってるんだけど、端っこはこういう、外側はその参照しないんで、3つの項しか出てこないわけですね。そうすると、端っこなのか、このライン上なのか、この内点なのかっていうので、if 文でですね、ループの中に、計算ループの中に if 文が入ってくることが結構こういう状況であります。まあ、そういう場合はですね、よくやるのは、我々もよくやるんですけど、外側にダミー領域を設けて、もう0入れとけば、内点も外側の点も、へりの点も端っこも全部同じ式で計算できて、if 文がなくなると。まあ、こんな風なテクニックもありますね。こういうことをやってやれば、if 文がなくなって、スケジューリングとか、SIM とか、まあ、ソフトウェアパイプラインとかですね、そういったのが、聞くことが、になるという状況にすることもできます。まあ、こういう案もあると。まあ、まあ、いろんな案があるんですけど、まあ、あれですね、その場でいろいろ、ちょっと、組み合わせて、試して、やるっていう、まあ、トライアンドエラーはどうしても必要になってきますけど、まあ、こんな案はありますよということですね。あとですね、インデックス計算の除去という、まあ、例えば粒子を使ったパーティクルインセルのアプリケーションなんかの場合は、粒子がまあどのメッシュに存在するかっていうのをインデックスで計算するような処理が結構頻発します。こういったですね、複雑なインデックス計算をやってると、ソフトウェアパイプラインとか SIM 動画とかですね、そういうスケジューリングがですね、あまりにもインデックスが複雑すぎちゃって分かんなくなっちゃってですね、依存性があるのかないのか分かんなくて、うまくいかない場合もあります。まあ、そういった場合はですね、要するにその粒子が隣のメッシュに動く可能性があるから、まあ、全ての、粒子についてどこのメッシュにいるのっていうのをですね、チェックしてそれをインデックスにしちゃうような場合なんですね。そういう計算があるわけですね。だけど実際は物理的に考えると、外の隣のメッシュに動く粒子はちょびっとしかないっていうのが普通なので、まあ、一つの A 型としては全部を、まあ、インデックス計算しないでもうここの同じ、メッシュにいるんだよって計算しちゃった後に、で隣に動いたやつだけもう一回計算し直すと、インデックスを使ってというようなことで、こちら側のインデックスなしの計算の方についてはすごい効率よく計算できるという場合もあります。これもですね、外側にだから出るような粒子がどんだけあるかとかですね、場合によっていろいろその効果が
あったりなかったりはしますけど、まあ、こんなふうなことで効率の良いスケジューリング演算機の有効利用というのができる場合もあります。まあ、これも一つの例ですね。それとですね、あとループ内の処理が複雑すぎると、まあ、これもよくあるんですけど、ソフトウェアパイプライニング、SIM の効かない場合もあるということで、まあ、そんな時は、ループ内の処理が簡略されるように、まあ、ループ分割をやってやるという、そういうことが効く場合もあります。あと、もう同じようにですね、こうループ回転数が少ないとですね、これはソフトウェアパイプラインっていうのは、ね、効かないんですね。で、それでこれっていうのは、そういう意味で、長いループ、ある程度のループ長がないとですね、ソフトウェアパイプラインに効かないです。まあ、そういう意味で、ループ交換をして、長いループを内側に持ってくることによって、スケジューリングがうまくいくという場合もあります。あとは関数とかサブルーチンの展開ですね。これも関数とかサブルーチン呼び出しがあるとスケジューリングが進まない、そういう風になってます。で、まあ、コンパイラーとオプションとかですね、そういったのでそのサブルーチン関数をループ内に展開することができます。で、まあ、そういうことをやってやるのと、あとどうしてもそれでも性能出ない場合もあるので、そういう時にはハンドチューニングで展開した方がうまくいく場合もあります。まあ、その辺もケースバイケースということですね。ということで、ちょっと最後は少し駆け足になっちゃいましたけど、まあ、今言ったのはですね、この辺はもうある程度基本的なテクニックなので、この辺を組み合わせてですね、まあ、いろいろやってみてもうチューニングしていくというしかまあないんですけど、まあ、基本的なテクニックということで、まあ、ご説明いたしました。で、ちょっと最後はもう駆け足になってしまいましたけど、まあ、スレッド並列化についてですね、あと5つの CPU 単体性能を上げるために5つの要素を説明いたしました。そのあとその5つの要素と要求バイトパワーフロップ値が低いと、高いと2つのやつについて関係を説明いたしました。あと要求 BF 値が高いものについて、まあ、性能予測手法を説明したのと、その5つの要素について、まあ、具体的なテクニックということでちょっと駆け足になりましたけどご説明いたしました。はい、以上で終わりにさせていただきます。はい、はい、どうもありがとうございます。